弱ったな弱ったな。私の知り合いにね、モノマネ芸人がいましてね、その人がエゴサージが大好きなんですよ。エゴサージしてると妙なコメント拾ったらしいんですよね。こういうこと書いていいのかな、不安になったそうですよ。ちょっと読んでいただいてもいいですか。原口あきまさ嫌い。昔パチドキって番組でバックヤードに待機してるときに、不愛想でトイレ行くときも無の顔でトイレ、普通はすみません、トイレ借りたいんですけどどこですか、だろ。原口のモノマネの何が面白いのか分かんない、ずっと真顔で見てる、裏の顔って怖いな、というツイートがありました。怖いな怖いな、助けて助けて。トイレ行くときは大体みんな無だと思うんですよね。あとギリギリ漏れそうなときは必死な顔してるでしょうけど、不安そうな顔してるでしょうけど、大体トイレ行くときはみんな無ですよね。ニコニコしながらトイレ行ってると怖いですよね、逆に。あとトイレどこですか、あそこですかって質問する前に看板見てトイレの位置は分かってるんですよね。だからそこ目指して行ってるだけであって、普段から無になってるのはもうしょうがないんですよね。ただそのバックヤードの裏側を、なんか怖いっていうおっしゃってますけども、バックヤードの裏側をじーっとじーっとじーっと見られてる私の方が怖いですよね。怖いな怖いな、それをまた文字に起こしちゃう、怖いな。原口あきまさ嫌い、こういう男大嫌い。原口あきまさ嫌いだわ。原口あきまさ似てるけど嫌いなんだよな。原口あきまさすっごい似てるけど嫌い。これ以上聞くと涙が出てきそうですよね。悲しいな悲しいな、なんて思ってる方もおられると思いますが、そもそも嫌いって嫌い嫌い嫌いってこういう男嫌いってどこを見たんでしょうね。私の何を知ってるんでしょうか。むしろどの部分を見て嫌いになったんでしょうか。そもそも嫌いなら嫌いでいいんですよ。嫌いなら嫌いでいいんですけどね、歌にもありますよね、嫌い嫌い言いすぎるとね、ずっと言い続けると好きになっていくんですよ。歌にもありますよね、大嫌い大嫌い大嫌い大好き。あー、原口あきまさは BB 五郎に土下座して、もう一方、BB 五郎さんというのは私の真似をしてくれてるね、私の真似をしてくれてる、方がおられるんですけどもね、その人に、土下座して、謝って死ねということでございますけども、それに一言言うんであれば、生きる生きるでございますね。すいません、まずベイビーゴロさんに土下座して謝る前に、ご本人さんに謝った方がいいと思うんですよね。順番というものが多分ございましてね、あとはベイビーゴロさんも別にそれ謝ってほしいなんていうことも思ってないでしょうしね、こういうこと書くとベイビーゴロさんにも被害が加わるんでね、私はどうかな、どうかな、おかしいなおかしいなって、思っちゃうことがあるんですよね。とりあえず、こういうことを何が言いたいか、私が何が言いたいかってまとめますと、分かるんですよ、こういうこと書きたくなるの分かるんですよ、その人書きたくなる書いてしまう、それはその人の、性格だとか、人間性だとかじゃないんですよね。これ全て何が悪いか誰が悪いか、こういうこと全て霊の仕業ですよね。怖いな怖いな、霊が遊ぶんですよ、遊んでもらってるんですよね、思っちゃうんでしょうね、そういうふうに全て例の仕事なんですよね。楽しんでいただけましたでしょうか。暑い夏は私のこの涼しいチャンネルでぜひお楽しみください。寒いっていう意味ですよ。寒いな寒いな、あチャンネル登録高評価よろしくお願いします。